たびに痛みは増えてく。命をかけたら争いなど聞いたことしかないが、今この時をこの時なりに生きてればいいんじゃない。人間社会の歴史だとか今の流行りだとか、正解なんてどこにもないものと戦ってる僕ら、もう川沿いで暮らす段ボールの村の住民と、あやぱやと見切りつけて終わらせる若者とでは、どっちが正しいの。夢も希望も全くないなんてわかるわけないさ。だから意地でもしがみついてく方を選ぼう。痛みが増えても、生きないことと生きることとの差は歴然なんだけど、隣人の顔さえ知らない世の中じゃ文句も言えやしない。なりふり構わずしがみついて痛いほどの執着もない。それでも終わらせるほどの絶望があるわけでもない。もう車から眺めた景色、川や町や人混みすり抜けてく。正解なんてどこにもないけど、自分なりの価値を見出してく。誰にも決めさせない、川沿いで暮らす段ボールの村の住民と、あやぱやと見切りつけて終わらせる若者とでは、どっちが正しいの。これができなきゃ生きる価値ないぞ、なんてそんなもんは世界のどこにもありゃしないさ。だから意地でもしがみついてく方を選ぼう。痛みが増えても